そうだね、そうしときな。ここは都会だから適当に散策するだけでも面白いと思うよ。な、大げさな。それじゃあこれ持ってきな、便利だよ。そいつがあれば道に迷わずに済むだろう。
大丈夫っすか？どうもすんませんでしたっす。こいつの前方不注意でした。よっこらしょっと。ごめんね、痛くなかった？セリー、ちゃんと前見て歩かなきゃダメだろう。リョウタこそ注意してくれてもよかったじゃない。人のせいにするんじゃないの？いいえ、リョウタのせいです。なんでだよ。君が私よりずっと背が高いせいで、私はいつも見上げて喋らなきゃなんないの。前方不注意になっても致し方なし。致し方なしじゃないだろう。俺にもっと縮めって言うんですかい？は？それ明暗。そうしなさい。お前ね。そうだった。ごめんごめん。へいちゃらへいちゃら、大丈夫よ。こいつ見た目はちっこいけど、尻はでかいから転んだくらいじゃなんとも。うわっ、お互い怪我がなくて何よりだったね。言ってて、俺はたった今怪我したわけだが。気にしないの。じゃ、そろそろ行こっか。そうだな。それじゃあそういうことで。君、もしかして道に迷ってるんじゃない？地図みたいなもの抱えてキョロキョロ歩いてたから、これはおのぼりさんだなと。と、ごめんごめん。うちのクラスに来る転校生って君のことか。2年 C 組、僕の名前は。そ
何か変かな。わ、肯定した。素直だね。ううん、むしろ君面白いよ。僕の名前は日野家、よろしく。K でいいよ、みんなそう呼んでるから。篠鍋くんでいいのかな。そう、じゃあよろしく、篠鍋。人なのかどうか知りたかっただけ。まあまあそんな顔しないでよ。ちゃんと学校には案内してあげるからさ。ここが銀星学園だよ。まあね、人は無駄に多いけど、その分施設は充実してるよ。それじゃあ僕の案内はここまででいいかな。お家だけいただいておくよ。わかりやすい反応をする人だね、あんたって。まあそのうちおごってもらうことにするよ。それじゃ。
いらっしゃい。いらっしゃいませ。お好きな席へどうぞ。はい、メニュー。学生さんかな。もしかして君、月形さんとこの新しい田中さんかね。存じも何も同じ町内会だからね。あの子が女学生だった頃から知っとるよ。その頃は彼女もあのアパートの田中の一人でね、他に何人も田中がいて、そりゃあにぎやかなもんだった。おっと、すまんすまん。申し遅れたが、わしは相馬俊彦という。この店の経営者兼料理人だ。かしこまる必要もなかろうて。うん、それがいい。それからこっちの子が。ここでアルバイトです。はい、ソラでいいです。ところでご注文は。はい、マスター、ホットココア一つです。はいはい。ホットココアお待ちどうさま。そうですか。お腹が空いてらっしゃるのですか。ならランチです。はい、この店はカレーが名物です。美味しいです。観光ガイドには載らない隠れた名店です。食べずに後悔するのも東雲さんの自由ですけど。私はカレーが美味しいって言いました。どうして無視するのですか。
というか、このメニュー間違ってます。サンドイッチはありませんでした。ごめんなさい。どうぞ。正しいメニューです。ここのチキンカレーはちょっと辛いですから。もちろんそれも美味しさを引き立てているんですけど。はい、マスター、辛味チキンカレー一つです。はい。ごゆっくりどうぞ。あと、本気で辛いですから気をつけてください。水を飲むと余計辛くなります。味もぼやけます。ダメです。それがルールです。私のです。いやいや、東雲くん、これがいいというお客さんも多くてね、彼女目当てに来る人も少なくないんだよ。でしょうね。お粗末様でした。はい、食後のラッシー、ヨーグルトドリンクみたいなものだよ。カレーでほてった舌にはちょうどいい。よければこれからも来ておくれ。はいよ、ソラちゃん、頼むよ。はい、ホットココアとランチメニュー合計で800円になります。ちょうどお預かりします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。そうですか。